6回の表の中日の攻撃は大鵬が先頭バッターです。大鵬対斉藤、この2打席目のヒットは山本浩二さん、詰まらされた打球でしたよ ね、 あのね、まだ状態がね本当に良くないんですよ大鵬はね。ちょっと力みがありますね。だから気持ちがやはりこう大事なゲームっていうので打たなきゃいかんという気持ちがね、それが状態の方に出てますからね、突っ込んでいくんですよ。ずいぶん前から力が入ってますよ、いい時はもっとすんなり構えてますよね、はい、ピッチャーの頭の上大鵬シフトを破ってセンター前、もう時はもうほとんど一、二塁間、相当右の方に守備位置を変えてますからね。この2打席3打席はこの大鵬シフトを破るような大鵬の当たりでした。斉、ね、藤とすれば打ち取った打球なんですが、打球なんですけどね、これで元木がご覧のところずっとキャンバスにかけていきますが届きません。それから今度はパウエルです。ノーアウトランナーは一塁。さあ中日が5点差を追いますが、ショートゴロ警察コース元木から一塁ダブルプレー、ガッツポーズ斉藤してやったり、もうまさに注文通り。山本浩二さん、うーんとなりましたね。3点取られてすぐでしょう、はい、初球です、初球ね、あれだけ状態の良かったパウエルが初球をこういう打球ですからね、ちょっとあの流れがね、リズムっていうか、はい、その中日の選手が1、2回のやチャンスを潰したのがかなりここまでまだ響いてますよね。そして斉藤の投球が1回2回はやや真ん中にボールが集まっていました、はい、しかし今のパウエルの初球低めにいいところにコントロールされました、ね、センターに打ち上げました。センター後藤、レフトも追っているが後藤が取って、この回結局中日3人で攻撃を終了。